北村紀麟北村紀麟宝永2年6月15日は、江戸時代前期の歌人、廃人、和学者。名は、聖圧、通称は九助、最小院、別号は、両安両安七松子、十保健、小月亭。出身は、大見国安郡北村。祖父の僧侶、父の僧縁を継いで医学を治めた。はじめ廃人、安原帝室に、継いで、 松永帝徳について、徘徊を学び、山の井の観光で、帝門派徘徊の新鋭と言われた。飛鳥正明、清水谷実業に、和歌、科学を学んだことで、土佐日記賞、伊勢物語十補賞、源氏物語古月賞などの注釈賞を表し、元禄二年には、科学家として五百国にて、四足小春と共に幕府に仕えた。以後、北村家が、 幕府科学方を接収した。徘徊は、低門派の域を出なかったが、親族犬、筑波州俗連樹、金林獣改州の先襲、式目書、梅木、苦州稲子は特筆される。山岡本となり、松尾芭蕉、山口祖道など優れた門人を輩出している。法永2年死去、去年82、大正4年14位を追贈された。東区、 池の旗の象徴寺に貴銀の墓があり、墓石正面に、最小院法院貴銀先生、墓石側面に、花も蜜ほととぎすおも町ででつこの世の地の世を思う、ことなきと自生の句が刻まれている。松裔に、長野県の県下、品野の国を作曲した北村末春及び、元サッカー、日本代表で、数学者の北村春吉がいる。田尻左辺。 増衣所見伝蔵補番上特使増衣年表 P34 ありがとうございます。